本日2024年、5月11日、能登半島、穴水町に来ています。涼しに行きたかったんですけども、ちょっと行けなくて、電車の待ち時間があるので、今日在来線に乗ってきながら、琵琶湖を、通過しながら、河川を、電車の中から見ていました。で、琵琶湖に、つながってる河川が複数あるんですけども、こういった河川でも河川水門開閉式ダム、地下水流ストレート、トンネル、回転扉式発電が作れるんですけども、河川によっては両サイド、コンクリートの岸壁工事ができてないところが、ありますと。で、この琵琶湖の周辺の町でですね、何か、ビルなどの解体、マンションなどの解体、そういった時にコンクリートの瓦礫が出てきたら、そういったものとあと河川の底にある石とかを、組み合わせて、作ったらいいんじゃないかなと思います。組み合わせるというか、混ぜるというか、その方が効率良さそうですからね。あと特徴として琵琶湖のこの、東側のところなんですけども、ここまでの山間部までの距離が、結構ある、かなり水が、貯水できそうですね。だからその辺のところで、大きな、発電量が、得れそうです。明日帰るときに、琵琶湖の、東の方、西の方、こちらの方ですね、こちらの方にも、JR 通ってますので、そちらの方を、通過しながら帰ろうかなとは思ってるんですが、琵琶湖に流れ込んでくるその河川も本当にたくさんあって、多くの河川から、河川水門開閉式ダム発電が、作れるなと。こういう風な状況ですね。結構大きな河川もありましたね。水は溜まってないんですけども、多分そこをコンクリート化しなかったら、ダメだと思われる、河川。愛知川って書いてましたね。どこだったかな。ちょっとどこか、わからなくなってますね。この野洲川も、大きな河川だとは思うんですが、水のその通ってる量ですね。これですね。これが愛知川だから36ページ。この河川ですね。河川の底に、コンクリート化が必要だと思われるのは、これは結構ね、上流たどっていくと結構先があって、ダムがあるんですけども、結局雨が降った時に周りの河川からこう水がこの愛知川に流れ込んでくると、そうすることによって多くの水が集まってくると、要するに琵琶湖から、一番上の方のところは、どれぐらい、離れているか、どれぐらい距離があるか、これによって、水の量が決まってくると、こういうふうに考えていただいたらいいかと思います。全ての河川、河川水門開閉式ダム発電を設置したら、滋賀県の左側のところと合わせると兵庫県と同じぐらい発電できるかもしれませんね。河川だけで、その琵琶湖からの日本海への地下水流ストレートトンネル発電なしでも。忘れないうちに、記録しておきました。あとはちょっと見ていて驚いたのは、トラ姫っていう駅の名前ですね。それとあとは河川の方ですけども、敦賀の
河川ですね、敦賀市ここの、河川なんですけども、この敦賀駅の、まあ、この合流している河川のところに、まあもうまあ、この駅を降りて直接見に行ってないので、その海水からどれぐらいの高さになっているのかっていうところはわからないんですけども、まあ、できればこの合流しているところにその門を設置したい、まあ、この河川とこの河川とこの河川と、水を貯水すればそれだけ水圧が得れますから、まあ、この辺りの場所がいいんじゃないかなと思います。まあ、実際あの駅降りで見た方がいいんですけどね、その川幅だとか、あの大雨が降った時に大丈夫かどうかだとか、まあ、川幅が広いところに基本的には設置した方が安全ですので、普段からの、 あの降雨量とかを見ていれば、大雨の時どれぐらいまであの水かさが来てるとか、そういったところまで普段から見ていれば、まあ、ここだ、ここでは大丈夫だとか、そういったことがはっきりと分かるんですけども、まあ、ここに住んでる人じゃないとなかなかちょっとそれは難しいでしょうね。まあ、帰りはですね、まあ琵琶湖の先ほど言ってましたこの西の方のルートですね、このルートをまあとりあえず、まあ、JR 在来線に乗って、帰っていくと、まあこれで、ね、この方向からで確か京都の方に、京都駅の方につながっていたと思います。まあ大阪の方や、それでまあこの辺りの河川だとか、まあどういう、まあこの河川が多分一番大きいんじゃないかなとは思うんですけども、高島市っていう市ですね。で、まああとはまあこの辺りの河川もまあ数があるんで、あと上にダムとかもあるんで、まあなかなかバカにはならないんじゃないかなと思ってます。これがね、河川のその距離の見方として、蛇行してるんですよ。こう来て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 るから、そう短いわけでもないんですよ。で、あとはまあ周りの山の標高だとか、あとはね、このダムの石田川ダムのこの上流にまた湖とかがあるみたいですね。で、まあこういった河川からここに流れ込んできてると。だからまあ飲み水だとかそういったところでもどれぐらい重要かだとか、まあそういうふうな形、ちょっと待ってくださいね。16、16、まあちょっと何が気になったかって言ったら、この河川ですね、この天増川って書かれてますね、漢字では、まあこの河川はこの山間部からの、まあ、水が集まってきてこう河川になっています。これがこう回り込んでいって琵琶湖に流れ込んできてるんじゃないかなと思うんですよね。途中でね、河川の名称とか変わったりしますんで、あ、これですね、こちらですね、こちらの河川ですね。琵琶湖には繋がってないかもしれないですね。あ、いや、繋がってますね。こういうふうに、来てるみたいですね。で、結局この河川に繋がってるんですよ。だからこの河川も案外そうをちゃんと河川の底とか工事していれば、全体的になかなかバカにならない量が、継続してずっと流れてくる可能性が高いですね。基本的に河川の底は整備されてないところは結構あるんですよ。行行きしに通ったその琵琶湖の東側のところに、だからまあ西側もいろんなところがそうだと思います。特に上流部のところ、その辺のところを整備したら琵琶湖から日本海に向けて、
の、地下水流ストレートトンネル発電、まあそこはね日本にとっての大きなメインの、大きな発電量を得る、河川になりますので、琵琶湖の、水の量は275億トンなんですよ。億のトンなんですよ、リットルじゃなくて。ですので、まあ、全ての水圧がかかるわけじゃないですけども、まあ、海抜、最大85メートル、石門で、まあ、水を、流れ出ないようにもう閉めておくと、まあ、85メートル、まあ、もう開けてる時に、まあ、80メートルほど、一番高い時で。で、そこは、水深40メートルほど北の方あります。手前の南の方は、水深、4メートルとか5メートルのところがあります。で、ある程度の地域で、要するに河川から流れ込んでくる土砂とかがこう堆積していって、まあ、人が通れるように、まあ、なっていたりすると。あ、それはこの辺りなのか、まあ、どこかそういうふうなところがあるみたいですね。だから北の方は水深がねその40メートルありますから、水圧がすごくかかると。だから日本海にその約300億トン分の、まあ、どれぐらいの水圧がかかるかは分かりませんけども、まあ、かなりとんでもない水圧がかかると。それによって、23キロに及ぶトンネルの中で多くの、タービンを、最大の回転数まで回すことができると。まあそれによって、まあ、夏場、7、8、9と、大きな電力を得ると。まあこれが、まあ一つのプランですね。先ほど、敦賀市に乗って、まあ、与党の方の、被災地の状況の撮影、昨日と今日の朝してですね、まあ、河川水門開式玉発電の設置場所を先ほど、敦賀市のあたりで確認して、今度、JR、琵琶湖の西の方を、通りながら、撮影許可いただいて、撮影しています。ドアの横の、まあ、こちらの河川が、まあ、琵琶湖に通ずる河川で、現在、こちらの長原駅というところですね。で、やはり河川の底にかなり、土砂が堆積しています。これらを全て取り除くと、まあかなり奥の方まで平地ですので、たくさん水が貯水できると、こういうことになります。まあ、こういった河川が、無数にあります。で、この先がですね、琵琶湖を線路沿いに進みながら、牧野という駅の近くにある河川を撮影したいと思います。現在、牧野という駅です。で、まあ、あちらの方に、まあ、琵琶湖があるんですが、もうすぐこの河川が出てきますので、こちらの方を、撮影したいと思います。まあ、あっちの方に琵琶湖あるんですが、ちょっと雨ともあって、まあ、見えにくい状況ですが、まあ、河川に備えてあちらの方に行っておきます。河川は、2つあと5模様です。この河川みたいですね。土砂が先ほど、だいぶ堆積していた河川、まあ、上流の方までかなり、平地が続いてますので、かなり奥の方まで水を溜め込めれます。もう一つ河川が、あるんですが、あちらだと思います。あちらだと思います。こちらの方も堆積している土砂とかを、引き出して、まあ、両サイドの岸壁工事、上の方までしっかりとすれば、まあ、数キロ先まで山のふもとまで水が
楽しんでいければと思います。先ほど、こちらの毛利中庄という駅を出ました。ここから進んでいくと、こちらの河川と、その次に石田川、この辺りの河川がありますので、そちらを撮影したいと思います。琵琶湖の方角なんですが、まあ、ちょっと、まあ、見えにくいですね。まあ、まあ、小さな河川も、まあ、複数ありますので、そういったところも先の奥の方のところまで水が貯水できますので、まあ土砂、堆積する土砂をしっかりと生かしてという形こちらですね、だいぶ両サイド、岸壁工事とか必要ですね。土砂とか、草とかがかなり堆積していたところをですね、あれらを全て取り除く作業が必要になりますので、できるだけ人間が、スコップと、一輪車等で運び出すと、まあ、そういうような形ですね。先ほどの河川が石田川かもしれないですね。今減速しているので、次の駅に出るようなので、大見舞津という駅です。こちらの河川、ここは新朝日で降りて、まあ、この辺りまで撮影しに行こうかなと思っています。どの辺りに一問目の門を設置するのか、この辺りまで来たら先の方まで、まあ、見えるんじゃないかと。上流の方がこれかなり河川、つながってまして、こういう風な形でですね、ちょっと3分ほどで通りますね。こちらが山間部でこう登っていってる状態ですね。これらの河川の、まあ、雨が降った時に雨が全部集まってくると、あと、まあ、この奥山ダムというところからも、つながってると、こういうことです。大見舞津からこの辺りの、まあ、小さな河川なども、一応撮影しようと思っています。これが先ほどの河川です。この河川です。しました。
先ほど言ってました、新朝日という駅に着きました、大きな河川の方の撮影ですね。まあ、あちらの方に、橋があるみたいですので、そちらまで行ってみようと思います。優しい雨の後は、まあ、ちょっと晴れ間が見えてきてというところですね。まあ、それはそれで、3点あります。先ほどですね、駅を降りて新朝日から降りてですね、こちらの河川や道路の方へ向かって歩いてるんですけども、その途中、あちらがあの道路なんですけども、まあ、河川は向こうの方だと思います。その途中で、ナンバープレートがない、放置自動車、もったいないですので、まあ、自動車メーカーさんたちの方で、まあ、金属回収ポイントとして、まあ、あちらの車もその可能性ありますね。何もかも回収しています。回収していただけると、幸いです。ちょっと待ってくださいね。ちょっと歩いてみますね。これだけじゃなくて、その横とかどうなんですかね。あ、完全に放置されていそうですね。あの表面を見る限り。なるですね。あの家の方自体が思い出したらない可能性とかも考えられますよね。結構な台数ですね。値札とかはついてますけども、この辺りももう多分放置になっていそうですね。だから20台以上ありそうですね。まあ、これは一回警察の方とかと一緒になって、対応してもらったら、まあ、不法投棄なのかどうなのか、まあ、回収していただいた、まあ、だから先ほど向こうのとあちらの方ですか、30台ぐらいあってもおかしくなさそうですね。ね、交差点の名前が北畑と書いてますね。あたりです。地元のことだったら分かるんじゃないですかね。あの大津、南カントリーエレベーターと書かれているバス停のようなものがありますね。いや、バス停じゃないかもしれないですね。あちらがカントリーエレベーターって書かれてますんで、まあ、その、まあ、先ほどバス停みたいなように見えたのは時刻表のようなものがあったからなんですが、まあ、ちょっとその辺のところはよくわからないですね。まあ、とにもかくにも河川に向かって歩いていきたいと思います。先ほどの、河川、吾妻川はですね、こちらの方の、現在地、この上のあたりのところに、着きました。あちらが琵琶湖の方です。で、両サイドの河川、高さが、あちらの方のところまで水を貯水できればというところですね。まあ、この辺りで言うと、まあ、この辺りですね、あんまり先行くと高さがなくなってしまうので、貯水量が落ちてしまいますので、多分そちら の、 あの階段があるところ、あの辺りのところまでの高さで物事を見た方がいいかもしれないですね。その手前の方の高さにするのか上の方にするのか、まあ、向こうの方が少し、道があってこう建物があるんで、まあ、そこまでにするんだったら、もっと先の方のところですね。この高さに合わせるのであれば、だからあの辺りが少し左手の方は水に浸かるような形にはなるんですけども、まあもう少し先の方のところで高さを揃えて、まあ、水を貯水すると、まあ、大きな河川ですので大雨の時とかを考えると、まあ、川幅が広いところが、まあ、いいんじゃないかなとは思います。
まあ、あの辺りですね。あんまり先行くともう琵琶湖ですので、まあもうあの辺りが、最終地点でいいんじゃないかなと思います。かこの手前のところで上まで貯水して、ただそこの高さにも合わせていくと向こうの方の高さとちょっと合わないから、かさ上げをしなければならないという形になりますね、最後の方。まあ、それ考えていくと向こうの方の、ところのサイドの方がいいかもしれないですね。それで水を満水にした時にあちらの方の、サイドの上の高さを超えることがないような形にすると、岸壁工事あの辺り多分してるとは思うんですけども、その後林が生えてるような気がするんです。まあしっかり見てみないとわからないんですけども、まああちらの方、右端の方は高さちょっと足りてないので、右端の方はちょっと高さを、出したいところですね。でサイドの方は、民家ですので、そちら絶対崩れないように反対側も、コンクリートかで、まあ、中の土が抜けてないかどうかはね、しっかりとした対応ですね。まあ、あの高さで、ぐらいで、まあ、いっぱい、まあ、もう少しかさ上げをしてですから、まあ、左側の方のあの高さで、合わせておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。多分、岸壁工事上の方もしてると思うんですけど、しなかったら、まあ、岸壁工事ですね、まあ、全体的に。で、まあ、そこら辺の高さまで来たら、多分合うと思います、ね、この辺りのところから、高さが。まあ、向こうの方の高さをどれぐらい上げたら、こちらの方の高さになるのかと、もしかしたら、あの辺りの高さで、あの辺りの高さに合ってるのかもしれないですね。雑木林といえば見えなかっただけで、高さはそこそこあるみたいですね、左側も。そこから木が生えたりしてるみたいですね。高さはそれなりにあるみたいです。ちょっとまた雨が降り始めましたので、まあ、降り方を見ると、まあ、優しい雨、河川の撮影まで待ってくれて、まあ晴れと、雨ということで、3点、3点、3点というところです。それでは、電車の駅、向かって歩いていきたいと思います。Thank you.
ちょっと撮影することができなかったみたいです。こういうところにも河川があります。ちょっとね、今どのあたりなのか地図を見てもちょっと判断しにくい状況ですので、富士木工業さんの近くですね。先ほど言いましたので、それぐらいの頃に5対4になって、最終的に3点取られて負けてしまってるんですけども、途中で試合のプラン、阪神タイガースの試合もあって、まあ、ロッテの試合の方が、13時から開始、阪神タイガースが、14時からで、まあ、今日は横浜 DeNA さんを勝たせようと思ってたんですけども、まあ、筒香選手と思われる声、まあ、返答が来てたんですけど、ロッテの試合が終わってから、次横浜ベイスターズの試合で、逆転すると、まあ、そういうようなプランを描いてたんですけども、ちょっとねロッテの方の試合が、すんなり終わってもらえなくて、ロッテというよりも、まあ、日本ハムの方が変な3点の取り方してるんですよね。雨晴れ、まあ、撮影許可もらってます、あの琵琶湖など、河川の撮影など、まあ、あのこちらの状況、全体的な状況とかを踏まえると、日本ハムの得点3点が流れ込んでしまってますね。その3点はあの日本ハムの3点じゃなくて、横浜 DeNA の3点ですね、か楽天の方ですね。まあ、勝たせるためには、まあ、2対1で阪神タイガースに勝っていればというところなんですけども、まあもう傘は途中で潰れるので、もうなかなか大変でしたね。まあ、能登半島の海域、鶴ヶ市の河川水門開閉式弾発設置場所だったので、まあその他、高島市の方で、東川の設置の河川の方で、あとは電車の撮影の河川の方で、まあ、本当は対岸の、あの琵琶湖の向こうの、東側の方が大きな河川がいっぱいあります。まあ
西側の方が、まあ、奥行きがあまり ないところは多くてですね、そこまで多くの河川は